それは世界に革命をもたらした新たなエンターテインメント。仮想空間であるここドリンクワールドではボトルマンを使った真剣勝負ボトルバトルが繰り広げられている。最強のボトルバトラーボトルキングを目指して。もっとだ、もっとしびれさせてくれよ光が光太。メタビルの生ライブ最高、めっちゃしびれる。ちょっとビリビリに。すげえ、ライジングミルクもそれを使うユキジもとんでもねえ強さだ。だからこそ俺もコラマルも燃える。もっとやろうぜユキジ。それでこそだ。じゃあチューナ、次のバトンはなんだ。ギャーン、ユキジに名前呼ばれちゃった。ラウンド2、ロングバトル。2人が同時に脚光を打って先に自分のターゲットを当てた方の勝ち。弾けるぞコーラマル。ミラクルミルクルライジングミルク、最強のビートを響かせてやろうぜ。レディーキャップ、ボトルバトルゴー。おっしー、あとちょっとだし。まだだ、もう一発だ。これが俺のビートだ。なんだこのプレッシャー。ユキジからか。また狙いが定まらねえ。全然届いてないね。こいつはまだイントロだ。続けて A メロ行くぜ。 B メロ。くそ、このままじゃ。どうした甲賀浩太、君はそんなものだったのか。そうだ、俺はユキジに勝ってリョウト弾けろコーラマル。ここからが旅だ。ラピッドレールガン。早い、まだまだ。フィールドに散らばったキャップが磁石の役割をして発射されたキャップを加速させています。まさにレールガン。フィナーレだ。まだ終わっちゃいねえぞ。何、燃えて弾けろコーラマル。ボトルキングに俺はなるんだ。スプラッシュ革命バーン。まさか。いっけー、届け俺のビーチ。ラウンド2勝者光太選手。よっしゃ、ボトルキングに一歩近づいた。それはまだ気が早いぜ。一勝同士、次で決着だ。おお、次も俺が勝つ。